それで、employers may now want to avoid making the same mistake。雇用主は現在同じ間違いをすることを避けようとしているのかもしれない。Recent report by S&P Global Market Intelligence, a consultancy, identifies a reluctance among companies to sanction job cuts due to the immense challenges they faced in rehiring post-pandemic. 最近のレポートね、S&P Global Market Intelligence の最近のレポート、これはコンサルタント会社だけど、がそのアイデンティファイ、認識しているのは、企業の間のリラクタンス、あんまりその気にならない、サンクションジョブカット、仕事を削減することを認めたがらないリラクタンス、Due to the immense challenge、彼らが、コロナ後の再雇用に直面しているとんでもない挑戦のために、採用できないからね、ジョブカット、雇用削減することを認めたがらないリラクタンス。分かんなかったら聞いてね。 In America, gross job losses have so far been similar than is normal at the start of the year。 アメリカではね、総失業数はその年の初めの時の通常の状態よりもソファー今まで小さくなっている。だから総失業数っていうのは減っていると、今年の初めから比べるとね。ダニエル・シルバー of JP Morgan Chase Bank speculates thatThis is because firms are reluctant to let go of workers given perceived difficulty in the eventual rehiring. Eventually って成り行きで起こる再雇用を困難、perceived、認識した困難を認識しているので、企業は労働者を let go of、切りたがらない。リラクタント、レッドゴー。これ多分ね、熟語だと思うんだよね。レッドゴー。しかなかったけどね。話す。捕まえているものを話す。だから、切りたがらない。だから労働者を切りたがらないからだというふうなことです。これはね、人生におけるより細かい物事、OECD 諸国のレーバーフォース、労働力、ミリオン、労働力が OECD を下のスケールね、2011年がバーッと伸びてきて、ミリオンだから100万、1000万、6億、6億4千万、6億6千万で、これ19年の時にですね、コロナが起こって、バーンと落ちて、で、戻らない。で、ここで680、6億8千万から、トレンドとして6億9千万になるべき、1千万人が戻らない。一体どこ行っちゃったのかっていうのは、今ここで話している内容ですね。それで、